まず本日の司会進行を務めさせていただきます横浜ビー子線 MC の豊島明です。どうぞよろしくお願いします。横浜市は今年の3月25日の土曜日から6月4日の日曜日まで第33回全国都市緑化横浜フェアが開催されます。そこで鈴木区ではここ横浜国際エクルをホームアリーナとする横浜市のプロバスケットボールチーム横浜ビー子セアンスとともに鈴木区と地域が一体となり花と緑の取り組みを紹介することを目的としたイベントフラワーアート横浜フェアの開催を成功して開催することとなりました。改めて皆さんご覧ください。こちらが完成したフラワーアートでございます。さあこのフラワーアートなんですが、正式にはインフィオラータと言います。イタリア語で花の絨毯を意味しており、約400年の歴史を持つ花のアートです。現在ヨーロッパを中心に世界各国で行われています。デザインは第33回全国都市緑化横浜フェアのシンボルキャラクターでありますガーデンベア、今真ん中にあるのがガーデンベアです、を中心に鈴木区のロゴ、横浜ビー子線アーツのエンブレム、そして横浜ビー子線アーツの選手など合計18枚です。約1万5000本のカーネーションの花びらを使用し、特別協力ジュノー株式会社様、横浜国際エクル様、そして鈴木区商店街連合会様、横浜ビー子線アーツ鈴木区後援会様、一般社団法人横浜市鈴木区医師会様、フィットネスハウスパレット中川、ホットカフェ中川さん、郵便会社金子貨物商事様、大金商事株式会社様、株式会社横浜アウンサービス様、セレモンマイホール様、株式会社アザルスタイル様、株式会社創造開発設計様のご協賛のもと、横浜ビー子線アーツブースタークラブ会員の皆さん、横浜市立東山田小学校児童の皆さん、制作ボランティアの皆さん、総勢約100名の方々の協力を得まして、先ほど制作が終了いたしました。制作にご参加いただきました皆さんに、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。それではこの後、ご登壇いただきました皆様と共にフラワーアートを完成させていきたいと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。それでは初めに主催者を代表いたしまして、鈴木区長赤澤健一よりご挨拶申し上げます。それでは赤澤区長お願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました鈴木区長の赤澤健一でございます。今日はこの横浜国際通りにたくさんの皆様お越しいただきまして大変ありがとうございます。先ほども MC の方からお話がございました通り、もう50日を切ったところでございますが、横浜市で全国第33回全国都市緑化横浜フェア、こちらの方を開催いたします。3月25日から6月の4日までという期間でございますが、横浜市が取り組んでおります緑の取り組み、こちらを全国に発信し、美しい花と緑豊かな街横浜をアピールしていくことになります。場所は港の見える丘公園から港未来までの港ガーデン、それから動物園の横浜動物園ズーラシアがあります、隣接しております里山ガーデン、この2つの会場がメインとなりますけれども、他にもパートナーの会場がいっぱいありますので、それはホームページの方でご覧いただければと思います。今すごくですね、山下公園などをきれいにしておりますので、ぜひぜひ皆さん足を運んでいただければなというふうに思っております。よろしくお願いします。続きの方でもですね、こちらに関連いたしまして、花いっぱいということで展開をしていきます。街に花、そして、カエルシナの方にもありますローマヤのガーデンです、それからイケメンにあります市民の森、こちらの方も開園ということで予定をしております。ぜひこちらの方にも足を運んでいただければというふうに思っておりますし、その一環で今日もこうやって、フラワーアートですね、こちらの方をさせていただいております。
カーテンベア、それから選手の皆さん12名の方、奏でを展示しておりますので、ぜひ終わった後ですね、まあ、上から見ていただいてもこれ結構なんですけど、ぜひ近くに寄っていただいて、まあ、写真撮っていただけると、していただければ、楽しんでいただければいいなというふうに思っております。まあ、これには本当に今日朝早くからですね、東山田の小学生の皆様、それから先生、あと近隣の小中学校の皆さん、ボランティアの皆さんがですね、ブースの皆さんもそうです、本当に多く駆けつけて一つ一つ作っていただきました。本当にありがとうございます。それから指導いただきました、藤川様はじめスタッフの皆様に感謝申し上げますとともに、ご協賛いただいた皆様ですね、ご支援いただいた皆様に本当に感謝を申し上げます。まあ、ニコルセア、今ホームで5連勝中ということでございます。今日はもう本当にありがとうございます。花を添えさせていただいておりますけれども、ぜひ今日もですね、頑張っていただいて、みんなで本当に応援していきたいと思います。結びになりますけれども、ビーコールスエアーズの勝利、それからユカワフェアの成功、本日お越しの皆様のご健勝、ご活躍をお祈りいたします。申し上げまして、挨拶させていただきます。本日はどうもありがとうございます。浅田社長よりご挨拶申し上げました。続きまして、横浜ビーコールスエアーズ球団代表上田哲也よりご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました横浜ビーコールスエアーズ上田でございます。本日はお忙しい中ご来場いただきまして誠にありがとうございます。まずはじめにフラワーアートのこの盛大な企画を我々ビーコールスエアーズに共に一緒にご支援いただいた横浜市鈴木久乃美さん、本当にありがとうございます。そして朝早くから本当に朝早くから、皆様、ボランティアの方からご支援いただきまして、花を摘む作業から、それでボランティアを作るまで本当に長時間にわたってお付き合いいただいたボランティアの皆様、本当にありがとうございました。そしてその、ご指導いただきました藤川社長をはじめとしたスタッフの皆様、本当にこのような素敵な形、本当に我々がイメージしていたそのままがここに出来上がったというところで本当にありがとうございました。そして最後にこういった企画、たくさんの実はお金をかかってるんですけども、そこを支えていただきました協賛スポンサーの皆様、本当に感謝申し上げます。これは借りてもありがとうございます。改めまして朝早くから私も少し手伝わせていただいたんですけれども、やっぱり横浜ビーコールスエアーズはたくさんの方に支えていただいているんだなということを実感しております。我々も本当にこの、感謝をですね、もっともっと上に達して皆様にどうお返ししていけばいいかということをもっともっと真剣に考えて、これからも地域が本当に皆様が盛り上がっていくような形でどんどんやっていきたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。そして最後にせっかくこのような本当に素敵なものができましたので、ぜひ皆様写真撮っていただいて SNS でこの横浜通勤局、ここの横浜国際通りはこんな質問でやっているということをぜひ SNS で拡散してください。それで3月25日から始まる、全国都市緑化横浜フェアを盛り上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。上田球団代表にご挨拶申し上げました。続きまして、日本における BPO アートの第一人者であり、FA フラグアート国際連盟の理事でもあります、株式会社 BPO アートアソシエイツ代表取締役社長、藤川康彦よりご挨拶申し上げます。今回、藤川社長には BPO アートの編集をお願いしております。それではお願いいたします。こんにちは。どうも、朝早くからですね、いただきました、ブースターの皆様、そして、宮本谷、方小学校ですね、皆さん本当にこうありがとうございました、おかげさまでですね、今日2時半に、これ完成を目標にしていたんですが、本当に1分間違わずですね、2時半ジャストに、この作品が全て、出来
き上がりまして、無事今こういったオープニングセレモニーができる状況になっております。もともとこのインフィアなんですが、こういった顔を作る人があまりなくてですね、ヨーロッパでは宗教が多いので、イエス・キリストとかですね、マリア様とか、そういったものをこう立てているパターンですが、こういったものの選手とかですね、芸能人とかを立てるのはあまりないんですね。で、今回僕らも15年間ずっとこの日本でこういう花屋を作ってきているんですが、こういった、プロスポーツとですね、協力と組んで一緒にこういった、作品を作るというのは実は初めてなんですね。ですので本当にもう記念すべき作品を今回作らせていただきまして、すごく感謝をしています。もともとは昨年6月にですね、ちょうどアイスクリームワンダーランドという映画がありまして、ディズニーの方からジョニー・デップの映画を作ってくれたという依頼があって、そこからヒットを得て、こういった作品を、今後作っていこうかなというふうに思って、提案をさせていただいたんですが、ぜひですね、見ていただければ、ビッグサイズのプロデュース写真をいただいて、それをイメージしてですね、いろんな、ちょっとデコレーションをした形で作品を作っています。ですので、すごく選手の特徴をですね、いろいろとこう色を使って、影を使って、特徴を作ってですね、作品を作ってますので、そういったところをですね、プロフィール写真を見比べながら、見ていただけると、すごく面白いんじゃないかなというふうに思っています。ぜひですね、明日までやってますので、ご覧いただければと思います。どうも今日はありがとうございました。制作に携わってくださった皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。内川社長にご挨拶申し上げました。そして本日はご来賓といたしまして、横浜ビートルセアーズ鈴木区後援会名誉会長長谷川秀雄様、横浜ビートルセアーズ鈴木区後援会会長村田輝雄様、そして第33回全国都市緑化横浜フェアを所管する横浜市環境創造局全国都市緑化フェア推進担当部長中野はじめ様にもご来場いただいております。誠にありがとうございます。それでは大変お待たせいたしました。これよりご登壇いただきました皆様とともにフラワーアートを完成させていきたいと思います。畑沢区長、上田球団代表、藤川社長、村田会長、中野部長、そして長谷川様、名誉会長長谷川様も、どうぞガーデンウェアの花屋前までお進みください。お願いいたします。また報道関係者の方々、ご準備をよろしくお願いいたします。それではご準備の方はよろしいでしょうか。では一斉にフラワーアートの上に花びらを置いてください。お願いいたします。ありがとうございました。それではフラワーアートが完成いたしました。このフラワーアートは明日の試合まで展示しております。ぜひ皆様ご覧ください。それでは、このままフォトセッションを行います。準備、セッティングをいたしますので